みなさん、こんにちは。アプタービートミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。3つの課題フレーズにチャレンジして、目指せ脱初心者イエーイということで、皆様に3つの課題フレーズを出させていただいているところでございます。1つ目はミュート、ブリッジミュートとミュートの練習をして、2つ目のこの動画では、カラーピッキングの動作の確認をしてみようかなと思います。カラーピッキング。左手の指を全部の弦に軽くパッと触れて、ピッキングをすると、こういうツッというブラッシング音が鳴ります。これだけを使って、こんなリズムを演奏していこうかなと思います。音符で書くとこんな感じなんですけれども、とりあえず弾いてみるとこんな感じです。なんとなく見て、聞いてすぐできた方は、もうこの動画を見る必要ないかなと思います。うまくできないよとか、なんかこうよくわかんないぜっていう方は、一緒に確認をしていきましょう。とりあえず、ダウンアップと2つ弾きますよね。ダウンアップと、ちょっとやってみましょうか。ブラッシングの状態にして、画面のズババババンと、ちょっとこっちのアングルからもお見せしながらやってみましょう。左手でミュートの状態にして、ダウンアップと2つ弾きます。で、その後に、アップダウンでまた2つ弾きます。ダウンアップ、アップダウン。これです。このピッキングの方向がとっても大事です。ダウンアップ、アップダウン。これがダウンアップ、ダウンアップ。これが悪い例です。これがよろしくない。こうじゃなくて、ダウンアップといったら次はアップからダウンをすると。そんな感じで、ダウン、アップ、アップ、ダウンといったら、その次はまたダウンから、ダウン、アップ、アップ、ダウンと2回繰り返すわけです。ダウン、アップ、アップ、ダウン、ダウン、アップ、アップ、ダウン。で、最後に1つダウンピッキングを入れて、フレーズの完成です。こんな感じです。悪い例としては、何が違うか分かりますでしょうか、見てて。うまくできているときは、右手の振りが常にこう一定になっているんです。ちょっと見ててもらっていいですか。右手は振りっぱなしになっているんです。振りっぱなしになっていて、ピックを弦に当てるか、それとも当てないかでリズムをコントロールしていくと。ちょっとやってみます。1、2、3、4。どうでしょう。それに対して悪い例は、こんな感じでダウンアップが続いてしまうと。こういうときももちろんあるんですけれども、ここではそのカラーピッキングの練習をしたいので、できればこの手順で、できればというか、必ずこの手順で弾いていただければなと思います。言ってみれば、ダウンアップとした後に、ダウンの空振りを入れているわけですよね。ダウンアップ、空振り、アップ、ダウン、空振り、ダウン、アップ、空振り、アップ、ダウン、空振り、ダウンで終わり。どうでしょうか。なんとなくわかりますでしょうか。前から見てても、横から見てても、右手の振りが常にこう一定になっているのがわかるかと思います。こんな感じで、カラーピッキングができないと、フレーズの辻褄が合わなくなってしまったりとか、リズムが悪くなってしまったりとかすることが多々あるので、このカラーピッキングのスキルはとってもマストな、大事なテクニックでございます。テンポはもうどのぐらいでもいいので、このぐらいで大丈夫です。このぐらいのテンポでいいので、カラーピッキングを必ずできるように練習をしてみてくださいませ。ダウン、アップ、アップ、ダウン、ダウン、アップ、アップ、ダウン、ダウン。これです。で、何回も何回もやっていると、その右手の振りを一定にするという感覚が身についてくると思います。
その右手の振りを一定にして、ピックを弦に当てるか当てないかでリズムをコントロールしていくと。もしそれが身についてくれば、すごく自然にできるんですけれども、なかなか最初の段階だとすごく難しいというか、なんでこんなピッキングを手順でやらなきゃいけないんだというふうになったりとかするかと思うんですが、不思議なもので、慣れるとこっちの方が楽だったりとかするんですよ。こっちの方がすごい違和感なく自然に弾けたりするものだと思います。ちょっくら難しいぜと感じた方も、しばらく繰り返し練習をして、ぜひカラピッキングを習得できればなという感じでございます。それでは、とりあえず2つ目のフレーズは、なんていうカラピッキングのブラッシング練習でございました。この2つ目のフレーズがうまくできてもうまくできなくても余裕がある方は、また次の動画に進んでみてくださいませ。それでは、違う動画でまたお会いいたしましょう。さよなら。